出した。かわいい。声が出ちゃう。はるかに聞かれてたらどうしよう。もっと出して、ゆうちゃん。もう一度。抑えなきゃ、抑えなきゃ。あと一回だけ。苦しい。できれば、そのままにしてほしいな。だって、ゆうちゃんと私の思い出の場所だもんね。え？ゆうちゃん、結婚して！冗談に聞こえないよ！やだやだ、ゆうちゃん嫌わないで！やだー！はるか、はるかってばやっと黙った。もう一回してくれないと、うるさくしちゃうよ。もう、なんで？ダメ？先生に見つかった時のこと考えなよ。大丈夫。一瞬だけ。どうしよう。気持ちよすぎて止まんない。ゆうちゃん、ごめんね。唇と唇？しずくちゃんがいるから狭くても好き。あったかーいとこもおばさんも好き。しずくちゃんがいるからしずくちゃんちが好き。するんでしょ勉強。うん、じゃあ問題出す役。私はもう一枚紙が欲しい。ゆうちゃんどうしたの？帰ろ。ありがとう。むしろそういうの苦手なのに嬉しい。いちごの方どんな味か教えて。ちょっとちょうだい。溶けちゃう。クリームみたいになっちゃう。甘いね。もっとゆうちゃんと溶けたい。こっちの方が美味しい。ここ。見てユズ、過剰なスキンシップってことは。ユウちゃん、ついてるよ。こんなことがあっても不思議ではないよ。え、いつの少女漫画だよ。はるか、帰らないの？私の膝に座ってくれないユウちゃんとなんて、帰らないから。もう。どうしてこっち向きなの？わかるでしょ。今日はゆうちゃんの方が背が高い。しびれ。あ、折れる？ゆうちゃんにだよ。早く。はるかってば、ねえ。どうにかに目覚めそうなはるかであった。はるか。ゆうちゃん。もっと。時々が止まるまで、ずっとキスして。
止まらないよ。わかった、今度こそゆうちゃんのドキドキを止めてみせるから。いつもみたいにちゃんと言ってくれないとわかんないな。はるかの意地悪。嘘だよ。たくさんキスしてあげるね。リンゴ。しょうがないな。しずくちゃんがどんな顔をしてるか。私とゆうちゃんは体育館が明るくなるまでずっとキスしてた。聞こえたのはゆうちゃんの鼓動と吐息と唇と唇からかすかに漏れる声だけ。ゆうちゃんを着替えさせます。うん、食べさせてよ。もう暴れないで。もじゃあ私また試着するね。はるかはるか。私もリップ濡れた。はるか、どういうことなのさ。何？どうしたの？それは誓いのキスでするんでしょ。大事なことなのに。ゆうちゃんは自分が誓いのキスをするものだと思ってたの？今日私たちは花嫁さんたちをお祝いする側だよ。どうしてそんな勘違いしちゃったの？はるかが変な言い方するからだよ。はるかは私と結婚したくないの。あれ？今の誓いのキスだからね。これもこれも全部誓いのキス。準備できたの？できた！私ももっとドキドキしなきゃ。ゆうちゃんと一緒にならないもんね。ずっと
と一緒にいたいのに。しずくちゃん、遊んじゃおう。思い出作ろう。そうだよね。ダメだよね。ちょっとだけなら。ゆずちゃんたち、気づいてないよね。大丈夫だよ。ユウ、ハルカのこと引っ張り出そうとしてるぞ。いや、無理でしょう。ちょ、危ない危ない。あっ、ユウちゃん、ハルカちゃん。ん？あまり大きな声では言えない？聞きたいな、歯の次。ダメ。言って、歯の次。早くして、ずるい。すごいすごい。ダメって言ってるでしょ。事故だもん。ダメ。ダメ。やめてたまん。これからは弱点をつくことにしよう。ごめん、ごめんね。ちょ、ゆうちゃん。やだやだ、やめなさい。ゆうちゃん、やっぱりやめ。なんで？いつもははるかからしてくるのに。ちょっと、ゆう、ちょうわ、遊び、ね、はるか、ん？好き。好きって伝えながらキスしたらなんかわかるんじゃないかと思って。ゆうちゃん、今何か分かったかも。もう一度してみよう。今度は私から。ゆうちゃん好き。はるか好き。ゆうちゃん好き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 。Ha ha ha!